情報科学高校でタブレットを用いた公開授業が行われました。大分県では公立の小・中・高校すべての児童生徒にタブレットが配られています。家庭科の授業では事前学習として動画の視聴とアンケートが行われていました。それぞれの授業の中で特徴を生かした使い方をしていますが、多くの先生方が使われているのは授業の前にこの動画を見ておきなさい、あるいは宿題をそこで出しますよとか、あるいはテストの前に資料をここで上げとくのでしっかりこれを見て勉強しなさい、そういったような使い方から授業中にですね、実際に生徒が、iPad で、答えを導き出すとかですね、調べ学習をするとか共同で作業するとか、そういったような面で活用されています。今最初にやるのは前の時間振り返りをしましょう。ちょっとそこをですね、みんなで情報共有をしたいと思います。セレクション相互と違って青のループがあまり出てこなかった、ピンクの動きが複雑で今までで一番理解するのに時間がかかった、これはほとんどの人がそう言ってました。でどこを気をつけたらいいかって言ったら、まずは保存は中身をする、これは抑えられていますね、きちんと抑えられています。どういったところに注目をして自分が学びを理解を深めたかっていうところをお互いに情報共有できるとですね、あ、この人はこんな捉え方をして理解ができるようになったから、じゃあ自分も次はやってみようということにつながるので、この日の授業はソートのアルゴリズムについて、まずはアルゴリズムのプログラムを見て一人一人気づいたことをプリントに書き込みます。グループでちょっと意見交わしてみんなで書き込んでいきましょう。このサンプルプラカップでプラス1チームサンプラーみたいな意味わかんない、最後ら辺から引いていけば、後ろサイドから1個ずつ振っていって、当然全てがデジタルになるわけではありませんので、実際の就職試験だったりテストだったり検定試験だったりというのはまだまだ記述式の部分が多いですので、やっぱりしっかり手で書くという部分を残しつつも、大事なことは生徒がそのデータを共有できたり自分のこれまでの記録を留めておくということができますので、その紙とデジタルの使い分けはとても大事かなというふうに思います。ちょっとミラーリングしてください。気がついたことを、あげましょう。最初に、配列サンプルと因数 N を設定とか作成、教室にあるプロジェクターは2つの画面を同時に映せます。右には生徒がまとめたノートの画面を表示、左では先生がチョークを使って要点を書き込んでいきます。電子黒板とかですと、とにかくこう情報が早すぎて生徒が追いつかないとか、視覚的にもどんどん変わっていってメモ取る暇もないとかいうことがよくあります。生徒の情報は大切にしたい、上げてくる情報は目で見て分かりやすいようにしたい、でも一方でしっかりと生徒がメモが取れるように固定の画面を用意をして、そちらでこちら集約をしていくということをやりましたので、いわゆる電子黒板へ、ああいうデジタル機器のデメリットもそういうふうなのでなくしていきたいというふうに考えて授業を進めました。グループでまとめたノートや振り返りはデータとして自分のタブレットに残しておけます。授業で使った資料ですね、そういったようなものも必ず上げるようにしているので、あの時は理解できてたけども、また時期が経って理解できなかった時にやっぱり生徒はその時使った授業のシートであるとか、先生から渡された資料を必ず振り返って、あ、この時これだというふうに、振り返るのもとても便利ですね。資料をあらかじめワンノート、それぞれの家庭科のノートに配布をしました。班の中4人いるんですけど、みんな持っている資料が違います。
今回の公開授業ではジグソー法など新しい学習法も取り入れられました。大量生産大量消費とかちょっと大事そう。ちょっと大量生産とかここ大事そうだな。ファッションを作ると CO2 が排出されて、着物などの再利用は江戸時代の人から学ぶ点が多い。特にジグソーなんかの場合にはそれぞれで活動でやってきたこと、またそれを今度自分たちの記録としてメモを取らなきゃいけないとかですね、それをこうデータで一気に共有できるっていうのはかなり大きな効果があると思います。本格的に始まった生徒一人一台タブレットの授業、課題もあるといいます。情報が整理ができてないということがこれから起こるだろうと思います。 iPad においてもノートとして使えますので、いわゆるアナログのノートと変わらないように自分の情報がきちっと整理をされていくってことがとても大事ですので、そこをこれから一番やっぱり生徒に指導しなきゃいけないところかなというふうに。